まず新しい楽譜配られましたってなったらどんな音かなって出すと思うんやけど、その時にゆっくり、めっちゃ当たり前やけどね、ゆっくりのテンポで読むっていうのがかなり大事で、思ってるより大事。これなんでかっていうと、最初からインテンポ、例えばインテンポが速い曲があったとします。このままで吹いたら、まあ初めてやから間違えるやん、たたたたたたみたいな、間違えるやんか。で、間違えるっていうのを何回も何回も経験すると、間違えるんが当たり前の人になっちゃうね。いつの間にか気づかううちに、合奏してる時とかでも間違いやすい人になっちゃうのね。じゃなくてゆっくり、例えばこれぐらいのテンポの曲になったら倍ぐらい、タン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 とか、タン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 は結構最初難しいやん。タン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 やったら一個ずつ読めそうやんか。絶対読めるなっていう倍ぐらいのテンポ、あ、倍っていうか半分かな、ぐらいのテンポでゆっくり確実に最初読むっていうのがすごい大事で、でそっからできたと思ったら、じゃあテンポを5とか10とかちょびっと上げる、ね、でやったらそんなにテンポ変わらへんからまたできるやん。でできた、また5とかテンポ上げて、できた5上げて、もうほとんど一緒や、できた。これを積み重ねていくで、できたを積み重ねていくと、できるが当たり前の人になるね。あの、間違えずにいけるっていうのが当たり前の人になるから、例えば合奏で通したりとか本番で通した時も、あ、できるできるってなるよね。なんとなく想像つくよね。普段ずっと間違えてる人が本番で急に間違えへんとか無理やんか。やっぱ間違えるが当たり前になってる。なので最初はめちゃくちゃゆっくりから練習した方がいい。これがね、遠回りなようで一番近道なんだ。プロも絶対こうする、あの、私もそうするし、あ、これなんかややこしいなって曲絶対たまにあるやん。ここのフレーズなんか、色が濃いなみたいな音多いなみたいな時は、絶対そこはめちゃくちゃゆっくり、まず的確に、そのうち多分この辺で、あ、ちょっとこの辺のテンポになってきた、難しくなってきたな、そこをちょっと何回かって、できた、2回できたらまた5を速くする、できた、で絶対インテンポに到達するから、これが一番近道です。やってみてください。あとは個人面では一番気をつけたらいいなって思うのは、やっぱ調合かな。最初見るときに調合をなんとなくで間違えながら読んじゃうと、後から修正するってすごいなんか手間かかるよね。間違えて覚えて練習しちゃったのを後で修正するのめんどくさくない？逆にめっちゃ時間かかるし、あの、効率悪いんで、調合をめっちゃ大事にして最初読んでください。調合って、あの、楽譜の左端にブレーって書いてあるやつね。あの、フラットとかシャブとか、もしくはなしとか、調合めっちゃゆっくりから確実に吹く、5ずつ上げる。あとはね、最初にまずその曲知ってるかどうかってすごい大事で、知ってる曲やったらまあすぐさらっても大体イメージつくんやけど、知らん曲やったらまず聴いた方がいいと思う。曲のイメージがないまま、わかないまま音符だけ音出してっていうのって、もうすごい遠回りというか、後で、あ、こんな曲やったんやってなるの、ちょっと時間もったいないんで、できたら最初に聴けたらいいかな。みんな聴いてる？例えば新しい楽譜配られた時、みんなで一緒に曲聴いたりする？ああ、家で聴いて、まあそれもいいかな。もしくはみんなで一回配った時に、音楽室とかでみんなで一緒に聴いてからさらいに行くとか。私は普段ね、小中学生の金管バンドの指揮してるんだけど、大阪で、そこではいつも絶対そうしてて、あの、曲新しく配るよっていう時は配って、全員で参考の音源を聴きながら、楽譜見て、あ、こんな曲なんや、自分の音こういう感じやねんな、はい、さらっといでみたいな感じでするのが一番最初効率いいんで、それをしてもいいかもね。またちょっと考えてみて。他に質問ある人？はい。担当するときに、うん、ここ気をつけた方がいい。パートね、私はね、一番効率いいと思う。まずパートで集まったら毎回最初はカデンスをする。1分で済むし、やけどもう積み重ねですごい大きい力になると思うんで、カデンスを絶対最初にするっていうのは大事だと思う。あと曲やるときは、例えばこの曲やろうって言って、まあ、テンポが一定やとしたら、まず一回通す、ざっと。で一回通してみて、その中で、やばい順に合わせていく。あの、例えば、あの、この曲でじゃあ、最初ここやってみよう、ずっとやって、あ、うん、いい感じか、じゃあ次 B から C ってやってたら、あ、終わってもうた、ここ吹けんかったっていうときたまになって。あれでしょ？ってなったら、ここがさ、手薄なまま合奏行くんちょっとしんどいやんか。もしかしたらここにすごいメロディーの大事なフレーズがあるかもしれへんやん。ここで合わす、もっと合わせた方がいいフレーズがあるかもしれんってなるんで、一回ざーっと通して、ここ大事やのにやばいなとか、ポイントが見えてくると思うんで、やばい順に合わせる。で時間があったら、もうちょっと他のとこも合わせて、もう一回例えば最後通すとかいう方が効率いいと思うんで、一回最初通す、やばいところからピックアップする。
やばいところって言ったらまあ聞こえが悪いけど、合わせた方がいいところもしくは、目立つところとか大事なところから合わせるにしてみてください。じゃあクレッシェンドね、なんかその曲の中でクレッシェンドしたいのがあるとかある？今ね、クレッシェンドする前にまず小さなってんのよ。リンディリンマみたいな、あのピアノからみたいになってんだけど、それずるくね作者はメゾフォルテからフォルテにクレッシェンドしてほしいだけやね。一回ピアノに落としてちょって書いてないよね。ってことは落とさん方がいい気がする。落とさずにリンディリリンさらにメゾフォルテからフォルテに行ってください。そのままの音量ルーラーそうってした方がかっこいいでしょ。もしかしたら合奏全体になってるかもね、その傾向。クレッシェンドが出てきたら一回落とすみたいなちょっと楽するみたいな傾向がもしかしたらあるかもなんで、合奏の時も鳴ってたらちょっとみんなに言ってあげて。他のこれね、あるあるやねん吹奏楽部あるあるだよね。クレッシェンド見ると一回落としたくなるねんけど、ぐっと我慢してそのままの音量からクレッシェンド覚えておいてください。はい、クレッシェンドがあのいい感じになるコツは、ここはねふーんっていうとこはみんなよく頑張ってんねん。ちゃんとクレッシェンドできてます。できてんねんけど、次のフォルテまでの間にラーバンってちょっと隙間があるんよね。なんか別物みたいな、クレッシェンドとフォルテみたいになってんだけど、じゃなくってフォルテに持っていきたいがためのクレッシェンドだよね。これつながってないとかだらん、つながった結果フォルテですにしてほしいから、しっかりクレッシェンドからフォルテまでしっかりつなげていってみてください。はい、多分息がね途中でふっとこう入ってない時間があるから、しっかり息入れ続けてフォルテって感じね。あの音量で隙間開けずにそう、うまっ、いいよいいよ。クレッシェンドのコツはそれやわ。ちっちゃくしない、隙間開けない、そのままの音量でつなげていくっていうのがベストやと思うんで、その2点覚えておいてください。はい、あ、いいよ、書いていいよ全然。私あの書いてる間できるだけ進めないようにするんで、パパッとねメモはどんどん。高音は筋トレの仕方2つあって、1つはあの楽器吹かんくてもできるやつで、もう1つは楽器吹いてできるやつ。口の周りの筋肉、口輪筋っていうのね。口の輪っかの筋肉って書いて口輪筋ね。これの筋力があれば高音出やすいし、なければ高音出にくいってだけなのね。だから別に上手いから出る、下手やから出えへんじゃないね。筋肉がやたらムキムキしてるかしてへんかってだけやねんか。だからあの長く吹いてる人は高音出やすかったりとかそういうとこもあんねんけど、私結構、ムキムキじゃない、ここ金管奏者ここムキムキなんだけど、それは筋トレができてるから。でそれを効率よくできる方法を編み出したんで言います。じゃあ楽器吹かないバージョンね。口をさ周り全部ギュッて力入れる、そうそうそう。で引っ張るだけじゃなくって、集めるだけじゃなくって、両方ゴブゴブでしてる今なんかムニュムニュしてるけどあの楽器吹く時の口の形を強く作る感じかな。でこれをギュッと作るのを1回とカウントして、私は中学生の時に1日1000回しててん。まず100回連続でやるのね、これ1セットね。でそれを1日10回するんやけど、こんな感じ1234みたいな。またあの鏡見ながらやってみて、筋肉がぐっと全部力入ってる感じ見て覚えといて。あそう、あ今近い近い、あ近い近い近い。もうなんか登下校してる時にとかしてだいぶ怪しい子やってんけど、電車の中でみたいな。まあどこでもできんねんけど、あの変な人と思われてよければどこでもできんねんけど、して迷惑にならない時にまず100回があって、ではいはい1セット終わりってさ、ちょっと休憩ね、だるくなくなって、あ2セット目やろうっていう時にまた2個や。でそれ1日10セットやるだけやから意外と簡単。あの午前中で多分終わってたけど、でも1日1000回やるって決めてやってて、多分それで慣れた頃に2000回に増やした時期あんねんかちょっと頭おかしい2年か3年の頃かな、2000いけそうやなと思ってやったら意外といけるっていうね。まああのちょっと回数は任せるけど、1日100回からでもいいし、決めて毎日継続してやるっていうのがこれ結構大事で、何もしない時間があるとその間に筋肉ってすごい急激にサボるっていうか衰えるんよね。まあもう使えへんからいっかってなって休んじゃって、次また筋力がアップするのに時間かかっちゃうから、できたら毎日続けてやってみてください。いつでもできるしね、部活なくてもできる筋トレなんで。腕立て伏せいっぱいした人が重いもの持てると一緒やから、もう回数やって筋力がアップすればするほど高音をキープできるっていうだけなんで、今のが吹かずにできる筋トレで、もう一個は吹いてできる筋トレがあるんでそれやるんだけど、上の F を
吹いてみてもらっていいですか。4番の、まあ、やや高めぐらいで出してみてください。4番から2番の高めの弦に向かってグリッサンドをしてください。こんな感じ。弦に上がったら一回ブレスして弦を一回吹き直します。こうやってしっかり出てるってことは筋力が足りてるってことだよね。じゃあ次弦を4番普通の4番ぐらいで取ってください。これ全員でやってみましょう。弦からベーに行ってみようかな。ちゃんとブレスしてね。これなんでブレス入れるかっていうと、グイーンって上がるとか何かの音から上がるっていう時は結構ね吹きやすかったりするんだよね。続けていけばいいから、まあそこの間の筋力も大事なんだけど吹きやすいです。でそっからブレス取って一回口を離すというか、リセットした状態から単発で出せる筋力があるかどうかっていうのも大事で、これまたさらに安定感がないと一発単発でふーんって出せるかどうかって大事だと思うんで、それを確認するためのブレスして単発ね。ハイベイの単発がちょっとしんどいな、外れやすいかなっていう時はハイベイの単発ばっかり吹く。そこが筋トレポイントってことね。上がってくる筋力はあるけど単発で吹き直すっていう筋力が足りんかっただけやから、そこだけ何回もラー、もしかしたらラーって外れても、ラー外れても当たってもどっちでもよくって、これ吹こうとするだけで筋トレってできてるからどっちでもいい。とにかくそこを狙って吹くで、その日は一旦、休憩して鶏のささみとお肉いっぱい食べて、いっぱい寝て、次の日また同じことしたらもしかしたら筋力アップしてさらに安定して単発できてるかもしれんよねっていう感じで、自分の筋トレポイントはどこかなを探していく感じ。ハイベイの単発いけたらベイを3番で取って、そっから1番のチェーンに上がります。これみんなで言ってみましょう。自分の音域どこまで上がれるかなを絶対チェックしてほしくって、必ず毎日上の音をどこまでいけるかな選手権を自分で開催してください。1分2分で多分できると思うんで、リアルタイミングすごい大事で、なんかこれから合奏バリバリするぜの直前とかやめといた方がいいよね。疲れたまま合奏行ったら持たなくなるんで、今からまあ休憩もできるなっていう、自分の練習の最初の方とか、その後ちょっと休憩できるなのタイミングでやったらいいと思うんで、私は音出しの最初の方で大体するんだけど、まあタイミングは任せるんでやってください。でも習慣にした方がいいから、音出ししたら最初にまずするとか、なんかタイミング決めといた方がいいかもね。1日1回いつかするやと忘れる時結構あるから、もし習慣にしたかったらそうしてみてください。例えば曲でチェーが出てくるんやったら、デーまでをたっぷり練習しといてのチェーの方が絶対余裕持って吹けるし、曲でコントロールできると思うんで、出てくる音域の1個上までは常に普段から練習しとくようにしてください。はい、高音そんな感じ、筋トレね、この2種類やったらいいと思う。高音も吹きやすくなるし安定感出るし体力がつくようになる。たくさん吹いてさ疲れても音出ませんっていう時たまにない？もうこれ以上音みたいなっていう時って、筋力が足りてないから持続できませんってなって、それで振動できなくなって、バテるってやつねになるんだけど、この2つの筋トレで筋力アップしてたらバテにくくなるから、ぜひ筋トレやってください。はい、はい。